こんにちは、おはようございます。こんにちは、おはようございます、こんばんは。今日は昨日の続きでポポロの、2009年の8月号の後半を お伝えします。表紙は嵐で、あとジャンプとかカトゥーンとかいますね。ジャンプさん、ではこのスケジュールもあるんですね。恋したいスターランキング、なるほど。松潤のセクシー視線に釘付け、赤さん大変なことになってます。友達の赤ちゃん初めて抱っこしたよ。まだニュースが 1,2,3,4,5,6 の時ですね。錦戸さんがいます。あ、で堂本剛さんですね。まさかももクロさんと結婚するとは思いませんでしたね。ということは次は光一くんが結婚するのかな。もう40何歳 ?4 歳くらいか。山田くんが多分堂本光一さんに憧れてジャニーズになったってなんか誰かが言ってました。誰だ、ポポロの多分若い人はこういうのを最後まで読むと思うんですよ。バックナンバー。稲垣吾郎さん、怖い話でしか見かけませんよね。吾郎ちゃんすごい人気だ。で患者にですね、ひなさん格好つけてます。気になる子がいたら口笛を吹いてアピールします。笑い、そんなやついねえよって。でまるちゃん、この後に患者にが押されると思います。高校でカラオケやったらずっこけ男道は鉄板やる。すごい人気だったですよね。7、8年前か。魔法が使われた。誰だ。あ、最後これ見ました。必殺仕事人、もうあれで最後だったんでしょうね。あ、キスマイですね。キスマイ探偵ただいま山頂。なんか髪の毛がもうホストしてますね。ホストしてます。知らんやろって感じですよね。この今の人、キスマイがこんな髪型の。私もあんまり知らない。これ誰だ？あ、ABCG ですね。つかちゃんが辞めてない。休憩で。で、河合くんが辞めた。と、タッキー&翼。タッキーがまた復活したら面白いです。
まあ、いると。岡田准一くんですね。というわけで、2009年の8月号のポポロの後半戦をお送りしました。チャンネル登録ありがとうございます。動画再生最後まで本当にありがとうございます。グッドボタンも本当にありがとうございます。それではお疲れ様でした。今日はこれにて失礼します。さよなら。ではまた明日。はい。